今回、まあ、レゼルブの、兄弟ですね、もう一つ加わりました、名前はレゼルブハッチです、まあ、レゼルブビッグに比べると少し、サイズダウンしている感じですんで、まあ、ビッグよりパワーダウンさせている分、よりこう食わせに特化させた、まあ、少し大きめのボリュームのある、まあ、いわゆる羽物になります。で、まあ、羽はやはりこの、透明の羽を使用しているので、まあ、こうバスから見てちょっとシルエットが出にくいといった、特徴が、まあ、レゼルブでのずっとね、まあ、来てますけど、まあ、それを継承しています。でボディはもう本当にかなりコンパクトです、まあ、羽がある分少し大きく見えますが、本当バスがチュプッとこう加えられるぐらいのサイズ感になってますんで、羽をかなり、まあ、セットバックしているので、まあ、これによって超というかもうスーパーデッドスロー、本当ロッドで少しラインを張ったぐらいでもこう微妙に動くと。でこいつの場合はもう早く動かして食わすのではなく、基本的にはもうゆっくりやって、食わせるといった感じです。なのでバスもこうガバッと出るってよりは、本当にチュポッと虫を食うような感じで、つまみ食いしていくみたいな。お、何が出た？バスだなちっちゃいのが出たわ本当チョップだな。影だったから出てきたのも、追ってたのも見えなかったこのサイズも食うんだね。うっしょ、レゼルブハッチ超影で、追ってたのも見えなかった、ね、このサイズで食ってくるの、まあ、こういう出方だよね、これは、トップでガンガンやってガバッと出るんじゃなくて、ちょっと虫っぽく出る。これでしか食わせられないっていう場面がかなりありますんで、まあ、ビッグで探りつつ、まあ、ビッグで出ちゃえばそのまま、例えば天気が悪いとか、雨が降ってたりするとこういうちょっと弱い波動よりは強い方がいいので、まあ、雨なんかでこう水面が叩きつけられてるときはビッグ使ったりとか、まあ、サーチで早くやってるときはビッグでも追ってくるけど食わない、でよりゆっくりやってるとさらに見に来るんだけどみたいなときにこれを投入してもらうと、もうじれったそうに来て最後バクッと食ってきますんで、まあ、超デッドスローの、羽の釣りにぜひこう使ってみてもらえればなと思います。でタックルに関しては僕の場合は、まあ、ブルートレックの、68の M ですね。これに、まあ、ギア比8の、8.0 対1ですねの、リールに、まあ、ラインは14ポンドを使ってます。フロールも、まあ、PE なんかも試したんですけど、まあ、フロー直結が、まあ、竿の硬さによるんですけどいいかなと、思います。カラーに関しては、6色です、ブラックと、まあ、あとはナチュラル系のこういうやつですね、こういった色とか、まあ、ブルーギルみたいなタイプだったり、まあ、あとはこれはまあオールラウンドですね、魚系フィッシュ系オールラウンド、あとはこういう黒とかこういう、まあ、これ茶色オレンジみたいな感じですけど、こういう結構虫っぽい色も効いたりするんで、まあ、あと白とかね、まあベイトフィッシュ系とちょっとまあ虫っぽいというかこう昆虫っぽいような色をまあローテーションしてもらったりするのもありかなと、思います。まあ超デッドスローでぜひ使ってみてください。あっちあっちレゼルブハッチ、ハッチハッちゃん、いけ、はい、いや今ね完璧にバイキン取れました。あ、そう、まだいるね。でもよっしゃ、8連続頼む、バレないでよし連続、あ、3発出たね。浅いめっちゃよし
違うバスだもんけどね、バレたやつはもう見切って行っちゃったから。8超デッド、3発出てなんとか1発。